はい、こんばんはと、ね、中3で社会ね、やっていきますね。で、公民で今日は、選挙のことにつきましてということで見ていってみましょうということでした。選挙制度にはですね、まず、小選挙区制というのと、比例代表制というのがございまして、で、それぞれどんなもんなんかっていうことになりますと、小選挙区制っていうのは、一つの選挙区から一人の代表を選出するというのが小選挙区制ですね。はい、ですから、例えばその国会議員のね、選挙がありますとね、で、群馬何区とかっていうふうにあるわけですよ。で、その中で何人か候補者がいて、で、その中から一人で、ね、決めていくというのが、この小選挙区制というものなんだよということですね。それに対しまして、もう一つ、比例代表制っていうのがあります。で、比例代表制っていうのはどういうこっちゃっていうと、政党の得票数に応じて議席を配分。はい、ですから、実際に、細かくはちょっと違う場合もありますが、政党ですよね。何々党、何々党っていうふうに投票していくんで、ね、こちらの小選挙区制なんていうのは、個人名を書いて、誰々さんっていうふうに書いて投票する。ね、に対してこっちは、何々党なんていうことでね、党の名前なんていうのを書いて、投票していくわけですよ。で、その得票数、得票率に応じて議席が配分されるというね、そんな制度なんですね。で、小選挙区制のね、欠点と短所としましてはですね、指標がね、指標が多いというのがね、問題となることがあるんですよね。で、指標っていうのは何かっていうと、当選者以外に投票された、票と言ったらいいかな。落選者に投票された票と言ったらいいかな。はい、そういったものが、出てきて、それがですね、なかなか、その国民の意思というものがね、反映されてない、正確に反映されてないことがその問題だ、なんていうふうに言われるわけなのよ。じゃあ、例えば、じゃあどういうことなのかっていうと、A さん、B さん、C さんがいました。ね、はい、それぞれ1万票を取った A さん、7000票を取った B さん、5000票を取った C さん。ね、一応、だから小選挙区制ということになれば、その中から1万ね、1万票ね、と獲得しました A さんが、はい、めでたく当選ということになるわけですよ。で、そうすると、で、B さん、C さんに投票した、この A さんね、1万人の人がさ、投票してくれて当選したのはいいんだけれども、 B さん、C さんに投票した人がなんと足すと、これ1万2000票あるわけなんですよ。ですから、この当選した A さんじゃない意見の人の方が多いわけなんだよね。はい、そんなわけで、これね、この指標というのが、つまり B さん、C さんに投票された票のことを指標というんだけれども、その、ね、指標がですね、その国民の意思というものがね、正確に反映されてないんじゃないかというふうに言われてくる、ね、わけですよね。だってね、A さんに投票した以外の人に投票した方の人数が多いわけですから、ね、なんか、ね、正確に反映されてないな、なんていうふうに思ったりもするわけだということなわけね。はい、ということで、小選挙区制に関しましてはね、その指標というものが問題になってくるということでございました。はい。そしたら、じゃあ今度、比例代表制のね、政党の得票率、得票数に応じてということなんですが、じゃあどうやってその得票数で、ね、応じて配分していくのかっていうことで、はい、ドント式。ドント式なんていうのが出てくるね。はい、ドント式。ドント式です。はい、じゃあドント式ってどんなもんなんよっていうと、ここにね、表みたいなものをまたね、汚く書きました。はい、で、今度はだから、人の名前じゃなくて、政党に投票するのね。何々党、何々党。ね。じゃあ、例えば、A 党、B 党、C 党というのがあったとしましょう。はい、それぞれ A 党は1500票。ね。B 党は900票。で、C 党は600票。ね。取ったとするわけですね。で、比例代表の場合は、ドント式というものでね、ちょっと計算と言いましょうか。しまして、当選数というかな、議席を決めていくということなんですね。さあ、じゃあそこでどうやって計算していくかっていうと、1で割る、2で割る、3で割る、4で割るなんていうふうにね、割り算していくわけですね。もともとあって、1で割るはそのまんまだわな、答えとしては変わらんけれども、1で割る、2で割る、3で割るなんていう数字を出していくわけです。そして、
とにかく数字の大きいものから、ね、拾い上げていくということですね。例えばじゃあここで、そうだな、6人定数6だったとしましょう。6議席、6議席拾っていきたいとなったらですよ、まず一番多い1500ですよね。次に多いのが900、はい、次はここで、ね、750台ね、この600よりもね、750の方がでかいもんね。そしてだから今1、2、3人です。次、4人目がようやくここかな、600。ね。そして次は500だな。ここだ。はい、1、2、3、4、5。もう一人。500の次が450か。っていうような感じで、ね、1で割る、2で割る、3で割るなんていうことで出していった割り算の答えの一番大きいものから議席数、今回は6議席ということだったので上から6人ね、取っていったということです。じゃあ結果 A 党 B 党 C 党はそれぞれ何議席取れたかなっていうことになると、 A 党ははい 1,2,3 議席ね、3議席、はい、 B 党は 1,2 の2議席ね、 C 党は1議席とね、いうことになったということでした。ね、はい、ですので、ね、小選挙区制に比べてね、そういったまあ指標というものがね、あまり問題にはならないのかなということではございましたということでした。ね、はい、ということで、その小選挙区制比例代表制ということで、今ちょっと簡単に確認しました。そして、今現在のね、衆議院議員のね、選挙などはですね、小選挙区比例代表並立制ということで、まあ、それぞれなんか組み合わせてるような感じでね、選挙を行われていますね。小選挙区制から何人ね、何人、そして比例代表で何人ということでね、それぞれ何人何人ということで、小選挙区制で何人、ね、比例代表制で何人ということで、で合計してはい何人とね、いうふうに、取っていくという並立制というのが取られてるんだということではございました。ね、はい、どうでしょうね、小選挙区制、比例代表制、ね、比例代表制ではドント式なんていうんでね、こんなんで何議席取れるかなんていうのもね、ちょっと練習してみてくださいということでございました。そんなところです。どうでしょう、また。